はい、皆さんこんにちは。今日はですね、麻痺側の足をしっかりさせる、一人でしっかりさせるコツをお伝えします。皆さんしっかりねさせようと思って麻痺側の筋トレですよね、太ももだったりとかお尻周りの筋トレをしっかりやるんですけども、なかなか麻痺側がこう安定しない、どっしりした感じが出てこないという方いらっしゃると思うんですけども、今日の動画を見ていただければ少しのヒントでですね、この動画通りにうまくできればすぐに変化を感じれます。ですので今日の動画最後まで見ていただいてですね、ヒントを得ていただいて一人でしっかりさせるようにしていきましょう。はい、それでは早速やっていきますね。今回は右側を麻痺側として説明していきます。皆さん麻痺側の足をですねしっかりさせようと思って体重をしっかり乗せる練習したりとか、まあ、さっき言ったように筋トレですよね、太ももとかお尻周りの筋トレしっかりするんですけども、なかなか乗せる練習してもいつもなんかふわふわしてたりとか安定しないということがあると思います。これは筋力が弱いからうまくできないではないんですね。実は体の感覚をうまく感じ取れていないからしっかりしないというのが脳科学では言われております。ですので今回の動画では少し感覚、ご自身の体の感覚を気をつけながらやっていくと足がしっかりしてくるということをお伝えしていきますね。では皆さん、はじめにまっすぐ立っていただいて左右に体重移動をしてみましょう。これ僕たちの動画でもよく左右の体重移動しましょうとか、ね、腰から体重移動しましょうっていうのをお伝えしてるんですけども、これをやってもうまくできない方、実はちょっとまだ足りてないポイントがあるかもしれません。そこをですね今日は説明していきます。では一度麻痺側に体重乗せましょう。麻痺側に体重乗せるとなんだかこう止まるところがなくてどこまでも乗せていけそうだなと、なんかふわふわしたままいつまでも体重が移動していきそうだなという感じあるんじゃないでしょうか。それに比べていい方、乗せると勝手に止まりますよね。いいところでパシッと止まります。でこの違いがあることをまずチェックしておいてください。この違いがあるということは何か感覚も違いが出てます。じゃあもう一度麻痺側に体重を乗せてみます。乗せていくとどうでしょう。ふわーっと外に流れていって小指側に体重乗ってないでしょうかね。小指側に乗ってるとですね、支える面積が少ないですから、いくら力を入れてもいくら踏ん張ってもふわふわしてしまうんです。ここで一つ大事なポイントですね。小指側になってしまってる、いい方どうでしょう。体重乗せると小指側じゃなくてかかとから足の裏全体に乗ってますよね。この感覚の違いがまず一つ大きくありますよね。そしてもう一つ、麻痺側に体重を乗せると腰だけがスーッと移動してしまって体がくの字になってませんか。乗せよう乗せようと思って頑張ると体がくの字になりすぎている。それに比べていい方、乗せていくと腰から体重移動するんですけども、足と腰と体がある程度一直線になってますよね。この違いもあるんです。ここも大事なポイントです。では麻痺側に乗せるとき気をつけないといけないのは何かというと、一つは足の裏全体、かかとを中心として足の裏全体で体重を感じるということと、もう一つ、体がくの字にならないように足、腰、体ある程度一直線で体重移動する。そうすると足の裏全体も実は感じやすくなるんですね。この体の傾きと足の裏のことを合わせてゆっくり体重移動してみてください。そうすると初め腰がふわーっと流れていきそうだったね、ふわふわした感じがですよ、体まっすぐしたまま足の裏全体でいくと比較的しっかり止まりますよね。こうやってうまくできれば大成功です、ね、体の傾きと足、腰、体一直線か足の裏全体で受けてるかを
チェックお願いします。今日の動画参考になった方はグッドボタンお願いします。今日の動画見ていただいてちょっと分かりにくいなとか、ちょっと他のことも聞きたいんだけどっていう方は YouTube ライブも、僕たちやってますので、ぜひ YouTube ライブに参加していただいてチャットでコメントいただければ、その場で、質問に対してライブではお答えしていきますので、ぜひライブも参加してください。ライブの告知が、チャンネル登録していただければありますし、僕たち LINE もやってます。 LINE に登録していただくと、ライブの告知も届きますし、 LINE に登録していただいたらですね、 YouTube にはアップしていないリハビリ動画11本あります。これはリハビリをするために必要な脳科学、脳の動画ですね。僕たちが脳科学について分かりやすく説明している11本の動画が無料で、お送りしますので、ぜひ LINE も登録してください。